それでは今日はカワハギをさばいていきたいと思います。カワハギですね、すごいこう愛嬌のあるね、方の姿をしてまして、すごい可愛いんですけど、肝が非常に美味しいので、肝はここの頭にくっついて、この辺りにあるものですから、肝を潰さないように、切るためにですね、まず頭の、ここにこういうのがあるんですけど、その辺りから、まずですね、包丁を入れて、ここだけを切り離しますと、あとは手で引き剥がすことができます。こういう感じですね。きれいに引き剥がすことができて、ここでそうすると、美味しい肝をですね、取り出すことができるわけですね。で、ここで、この肝の部分を中を切ってやりまして、頭から外してやると、肝をこうやってきれいにですね、取り出すことができるので、で、こちらの肝を取っていきます。続いて、この皮を剥いでいきます。こちらの今頭を外したところから、これが皮がですね、非常に簡単にむけるんですね、これ。初めてやるときでもですね、もう本当に失敗なく、こういうふうにきれいにですね、皮を剥ぐことができます。で、この反対側も同じように、どっからやってもいいので、どっからやってもですね、きれいに本当に見事に皮をですね、剥ぐことができます。はい、こういう感じですね。そしたら、あとは全体を引き剥がしてやりますと、こういう感じになります。綺麗な身が現れました。そしたら続いてこちらを、今度は3枚におろしていくんですけれども、まずこの背中の方からですね、包丁を入れます。ここにこうずらーっとこう骨が並んでるのは、お魚食べた時のね、経験で思い出されると思うんですが、ここの上のあたりからですね、こう包丁を入れまして、この背中、包丁のこの下の方に、この真ん中のですね、骨がカリカリ当たるのを感じるようにしながら、きれいに真ん中まで参りました。で、今度は、この反対側、お腹の方からですね、ここに同じようにずらーっと骨が並んでますから、この上の部分から包丁を入れて、そして、これもやっぱりこう包丁の下側に、この真ん中の骨を、ね、感じながら包丁を進めていきます。そうするとこう簡単に真ん中までたどり着きました。そしたらあとはここの部分がですね、お魚っていうのは一番こう骨が硬いので、ここだけはですね、しっかり、切ってやります。関節の部分をしっかり切ったら、あとはですね、こういうふうに、きれいに身が外れます。はい、これでまず、片身ができました。今度はまた同じように反対側をやっていきます。もう一回同じようにですね、この小さな骨の上のところから、包丁を入れて、包丁をゆっくり進めていってください。じゃあ今度は同じように、お腹の方から、これをまたこの小さな骨が並んでいるところの、上側に包丁を入れて、真ん中に向かって進めていけば大丈夫です。で、こちらの先ほどと同じですね、硬い関節の部分をしっかりこう切り離してやりますと、やりにくかったか反対側からですね、もう、しっかり力を入れて、こういうふうに切ってもいいですね。そして最後にですね、こちらに、ここに腹骨、このお腹の部分ですね。この部分は、やっぱりこう、どうしても骨があるので、こちらをですね、まあ、すき取っておきます。ここに、こう指で感じるのが一番なんですが、この骨があるところの横からですね、包丁を入れて、すき取る感じですから、できるだけ身をね、無駄にしないように、包丁を斜めに入れていくんですけれども、骨だけを外すようなですね、イメージで、いきましょう。最後、ここに来ましたら、包丁を立てて、こう外してやります。こんな感じでやります。はい。で、これでこの2つが、お刺身とかでもね、なる部分になりますね。